あ、爽快な、爽快な。そんなやつもあった。どうしてた？カズ君とか。僕は、全然ないですね。ここだけ。部活と、まあやっぱ友達と、僕バスケやってて、うわ、モテるわ、これはモテる、これはモテる、あと、いや、まあ恋愛っていうか、まあ片思いをとかしてたんじゃないですかね。それだけ、そのことばっか考えてるよね。そうですね、ほんまに。でもすごい充実をしてましたね、毎日楽しかったです。そうなんや。俺、そっか、俺も楽しかったけどな、やる気があるのに。学校が楽しいね。そう、学校に行くのがすごく楽しくて、なんか、この時間が永遠に続くんじゃないかと思ったんで。高校ってめっちゃ楽しいよな。俺もそうだもん、高校でおって、この楽しい時間が、言ったら、もう社会人になったらなくなんねんやと思って、いやいや、って、どこにあんねやろうと思ったら、終わらせたかにあるんで。ここに見てられるのをくどいて社会人になったことないからな。サラリーマンやったことないねんからや。ピーターパンですよ。どうしたらいいかな、この気分は上々のね、このダラダラと仕事もったいないと思ってるけど、どうしたらいいか。なんか、そういう方がいいと思うけどね。好きな人作るのが一番いい。恋愛か、なんて言ってればいいやな、恋愛な。俺も結構ダラダラしたけど、恋愛はしてたもんな。あれ、勝ったよ。バイトしましょう。片付いた。片付いた。豊中市ペンネームにジュンちゃんから出ました。こちら、人の皆さん、ゲストの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日友達と話していたとき、付き合うというのはどのタイミングから始まるのかという話題になりました。友達と相手から、もしくは自分から告白をして、OK しますと以前から付き合っているということになるというのです。ジュンちゃん、ここならそれもわかります。私は言葉より態度、会う回数が多くなり、エッチをした時点でお付き合いが始まると思っています。私がエッチをした時点でお付き合いが始まったと思っているのですが、その日からは非難方法、それは男性的な考えだと言われました。女性は言葉にしたら、どうしているので、皆さんはどうですか？メールとかは絶対いいです。メールで付き合おう。でも、あとそこで、またこれ付き合ってるようじゃないのって言えるで。そっか。なるほど。どんなあんの今罰ゲームで。男子ってよくありません、なんか。あるある。なんかやった、なんか告白してこいよあいつにみたいな。誰、確かにね、誰か分かるよな、ほんまに。分かんないし、本当か分かんないから。もし言われたとしても、えってなっちゃうんですよ。だから実際に言ってほしい。言葉。やお。言葉です。やおって言われる方がいい。それも絶対見られる。言われる。どうすんの？
言っちゃうんですよ。そうやね、わざとあの突き放したようなことを言う、はい、でどういう反応しようかな。そうです。あー、わかる。それものすごい相手を怒らせよう。通行止めの情報です。雪のためおよそ180キロ先のワッサムインターから亀裂県口インターまでの間で通行止めとなっています。続いて小樽方面へ走行中の方へお知らせします。この先小樽インター付近までの間で路面が凍結しています。続いて長万部方面へ走行中の方へお知らせします。この先、大沼公園インター付近までの間で路面が凍結しています。ハイウェイラジオ NY よりお伝えしました。こちらはネクスコ東日本です。午後2時35分現在の道路状況をお知らせします。旭川方面